現在のニューヨーク市地下鉄路線網、ブロンクス区は地図の上部にあたる。ニューヨーク市地下鉄は、アメリカ合衆国ニューヨーク市の5つの行政区の、内ブロンクス区、ブルックリン区、マンハッタン区、そしてクイーンズ区を走る地下鉄システムである。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの下部組織である、ニューヨークシティトランジットオーソリティによって運営されており、アメリカ合衆国で、 最も利用客の多い地下鉄であり、世界で4番目に利用客の多い地下鉄である。1日あたりの乗客数は522万5 0人である。総駅数は469で、世界一駅数の多い地下鉄となっている。1940年に3つの地下鉄会社、インターボローラピットトランジット、ブルックリンマンハッタントランジット、そしてインディペンデントサブウェイシステムが合併し、 現在のニューヨーク市地下鉄となった。ブロンクス区内には IRT と IND の路線しか通っていない。またの公式の数え方によれば、ブロンクスにはニューヨーク市地下鉄駅が70駅ある。9駅がエクスプレスかつローカルの駅で2駅ある。複合駅を一つと数えると68駅になる。以下の表では色付きの路線は基幹路線を表す。その色は 運行系統の丸、または、菱形のラベルの色と一致する。開業年月日はその路線のプラットフォームの最初の、区間が開業した年月日を記す。ディビジョンは、現行のディビジョンの次に括弧で括って、以前のディビジョンを記載する。完全に廃止、撤去、解体された駅は、リストに含めていない。ありがとうございます。